29年の3番です。その2番まで終わったやろ、スタンプが切ってっていう話をしてたよね。あ、確かに。はい。なんかモチベーション上イメージが。いや、3番確か説明してない。はい。じゃあいきますよ。どうしたのと聞くときの言い方ですけど、決まった言い方があります。わざまた with you というのが正式な言い方ですね。with you を除いて、わざまたという言い方もあります。29年、大丈夫ですか ?29 年の3番ですよ。いいですか大丈夫ですか準備できましたかはい、じゃあ、What's up また with you? そこに赤ペンで with を入れてください。What's up また with you です。どうしたの？ね。なんか、気分が良さそうじゃない。don't がついてますから、you don't look good. look プラス形容詞、何なのように見える。ね。で、何なのに違いないというマストです。You must be tired. 疲れてるに違いないねということですね。わざまた with you. これ全部赤ペンで単語を入れて、そして文章をちゃんと覚えていってください。わざまた with you. You don't look good. You must be tired. ですね。疲れてるに違いないねということでした。どれぐらい彼と知り合いなの？どれぐらい彼を知ってる？どれぐらいの間 ?How long have you known him? ですね。どれぐらい住んでるのとかいうのは今まで例文があったと思いますけど、英語の独特の言い方、どれぐらいの期間彼のことを知ってるんですか ?How long have you known? No new known? ですね。はい、括弧の中に単語を入れていってください、赤ペンで。How long have you known him? ですね。から、小さな頃からだよということで、since I was a small boy ですね。ちっちゃな時からです。ずっと知ってますということでした。はい、それから、the name of the swimmer、その、水泳選手の名前を覚えてるですね。Won the race yesterday. 昨日レースに勝った関係代名詞の who です。関係代名詞の who。Do you remember the name of the swimmer who won the race yesterday? ですね。Oh, that's Mr. James. ああ、ジェームズだよ。ですね。でもこれ他にないもんね。セットがちょっと難しいと思うんですけど。これ、サンタゲンのやつがついてないと。セットがですね。ニューワールドレコードですね。新しい世界記録を作ったんだ。出したんだということになります。はい。裏行っていいですか？行きましょう。チョコレートいかがですか？ Would you like マーカーで塗ってください。で、前から何回も言ってますけど、食べ物を勧めるときは疑問文でも NE を使わずにサムですよということ。相手がイエスと答えやすいように気を使ってますよということでした。Would you like some chocolates?They are really delicious. 本当に美味しいんだよ。I want to eat one, but I can't. あ、食べたいんだけどできないんだ。Why? You love chocolates, don't you? ですね。あ、don't you? 不可疑問文。いや、チョコレート大好きだったよね。ですね。まあ、想像できると思いますけど、あでしょう。あ、マーカーで塗ってください。Yes, but I'm on a diet.オンはある状態が続いている、ある状態をやっている時の
様子ですね。I'm on a diet. ダイエット中なんだということになります。ダイエットしてるんだということですね。ただ、ダイエットは英語上はですね、食事という意味がありますので、とにかくその、日本語で使っているダイエットだけではありません。そこはちょっと気をつけたので。ですね。ここは、それこそダイエットですね。はい。それから、I'm afraid I left my camera in the train. 電車の中にカメラを忘れた。レフトマーカーで塗ってください。レフト。Leave の過去形だけど、いつもこれは言ってるけど、何かを後ろに残していくという状態が Leave なんで、置き忘れるという意味ですね。ここでは。電車の中にカメラを忘れたみたいなんだ。Really? 本当? Have you checked your backpack? ですね。はい。荷物とか調べた? Yes, I have. But I can't find it anywhere. Anywhere マーカー塗りましょう。Anywhere.どこにもってことですね。どこにもそれを見つけることはできなかったんだ。はい。で、はこれでしょう。You should call the train company ですね。電車の会社に電話をした方がいいよ。まあ、should はすべきだということなんですけど、ここは、まあ、ならした方がいいよって訳した方が日本語らしいと思います。電話かけたらいいよ。ですね、会社に電話かけた方がいいよということでした。はい、で、3番です。Hi, Marie. I have lots of questions about the science homework. ですね。理科の宿題で質問がたくさんあるんだけど、Could you help me? 手伝ってくれる? I'm sorry, but I have to go home soon. ごめんなさい。すぐに家に帰らなくちゃいけないの。そうですね。で、なんなん。ジョンに聞いてみたらどう ?How about ing です。E をマーカーで塗ってください。How about ing。自分は今できないから、なんなんするのはどうですか ?John に尋ねるのはどうですか ?How about asking John? ですね。That's a good idea。いい考えだね。He knows a lot about science. 彼は理科についてたくさん知ってるもんねということでした。はい、じゃあ B 行きます。最近の特徴ですよね、近畿の英語。なんか図表が出ますよね、図表がね。今年も多分図表出るでしょう。Excuse me, can you tell me the way to Central Park?はい、Can you tell me the way to マーカー塗りましょう。道を聞くときの決まった言い方です。どこどこへの道を教えていただけませんか、教えてくれませんか。Can you tell me the way to the station とかね、駅までの道を教えてくださいとか。セントラルパークのとこに場所を入れれば、これは即使えます。Can you tell me the way to Central Park? セントラルパークまでの道を教えてください。It's too far from here. Too は何なんしすぎるという意味ですね。そこマーカー塗りましょう。ここからめちゃくちゃ遠いですよって感じです。ここから遠すぎますよ。I think you should take a taxi or a bus. あなたはタクシーかバスに乗った方がいいと思いますよ。ですね。Okay.I'll take a bus. バスに乗りますよ。I don't have enough money for a taxi. タクシーに乗るのに十分なお金がありません。enough マーカーで乗ってください。十分なって意味ですね。enough. はい。So, get on the bus here and go to Hakata Bank. ですね。それだったら、これ命令文になってます。Get on the bus. バスに乗りなさいってことですね。ここでバスに乗って、で、博多銀行ってないでしょうけど、博多銀行にまで行きなさいってことですね。It will take about
30メリッツ、めっちゃ遠いし、およそ30分かかるでしょう。And you should get off there. そしてそこで降りてください。ですね。博多銀行で降りてくださいってことです。バスで行って。It is across Cosmo Street. On the corner. 角でコスモス通りを横切る。ですね。You can see it easily. 簡単に見つかるよ。By the way, ところで、You told me that there is a very nice cafe near Central Park. Central Park の近くにとても素晴らしいカフェがあると、あなたは私に言いましたね。What is it called? なんていう名前ですか？なんと呼ばれてますかっていうのは、名前は何ですかってことですね。Heaven's Kitchen。Heaven's Kitchen というお店です。Heaven's Kitchen？ Heaven's Kitchen のこと？ Yes！ あ、そうです、そうです。That's it！ それです。そのお店です。I'd like to go there。はい、Would like to マーカー塗りましょう。I'd like to。Want to としてですね。そこに行きたいんですけど。OK。When you arrive at 博多バンク。博多バンクに到着したら、着いたとき、turn left and go down the street。左に曲がって、通りを下っていってください。After you cross Sakura Road, you'll find a cafe on your left。左手に、桜道路を横切ると、左手にカフェが見えるでしょう。Thanks a lot.What is Central Park on the map? セントラルパークは、地図上でセントラルパークはどこですか？ですね。セントラルパークが、博多銀行を横切るとなってなかったですか？博多銀行で降りなさいでしょ。バス降りなさいでしょ。行きなさいよ。30分で、そこで降りなさい。Get off there. It is across Cosmo Street on the corner. はい、そこマーカーで塗ってください。真ん中ぐらいにあります。It is across Cosmo Street on the corner. 角でコスモスストリートを横切りなさい。と書いてありますからですね。で、博多バンクが書いてあって、そのバス停のマークみたいなのがありますよね、まあ、そこで降りました。コスモスストリート、クロスといったら、横断するわけですから、2つあったよね、行き方がね。今、博多バンクで降りて、ここにいるとですね、ここにバス停のマークみたいなのがありますね。バス停のマークが。それで降りました。ここにコスモスストリートがあって、アクロスって横切るわけですね。で、アロングは道に沿ってということです。だいたい道案内で2つありますよね、表現の仕方がね。アクロス、道を渡るか、道に沿っていくか。今回は道を渡りなさいと言ってるんで、ここがセントラルパークでしょうということになりますので、答えはいいですということですね。セントラルパーク、しかもちょうど角のとこよね。角のとこで横切りなさいと言いましたので。そしてもう一つ、 Where is the cafe named Heaven's Kitchen? Heaven's Kitchen というカフェは、いう名前のカフェはどこですか？Heaven's Kitchen はですね、When you arrive 博多バンク、博多バンクに到着して、turn left、左に曲がりなさい。でしょ？ Turn left and go down the street。道をずっと行きなさいと、go down。まあ、言い方がね、例えば下町の方に行くとか、地図上で、なんか下の方に降りていくとか、まあ、とにかく道に沿っていくんですね、go down はね。the street。After you cross 桜ロード、はい、桜ロードを横切りなさいってことでしょ。
ね、桜道路を横切って You will find the cafe on your left 左手に左手に、見えるよと言ってるわけですから、こう桜、博多バンク、博多バンクで降りてゴーダウン、まあ、道なりに行って、それで、桜ロードでしたっけ、ここ桜ロードを横切りなさいと。別にここで右に曲がれとか左に曲がれって指示がないんですよ。これを横切りなさい、そしたら左手に見えますよ。だからこの人を横切ってこう歩いていってて、自分から見たら左手になります、こっちの。だから尾が正解ということになりますね。尾が正解です。さあ並べ替えです。5番は大事ですよ、並べ替え。高橋とサッカーをしている少年が見えますか。まず見えますか、マーカー塗ってください。あ、少年が見えますかでいきましょう。まず少年が見えますかですね。だから Can you see the boy? はい、英文書いていきましょう。とにかく英文聞かないで記号だけですがたまにいますんで、それは絶対ありえないです。英語勉強してて記号だけじゃダメですね。 Can you see the boy? まず少年が見えますかときます。 Can you see the boy? それで高橋とサッカーをしているということなんで、現在分詞の構築用法、関係代名詞とかじゃなくて現在分詞、ああ構築用法簡単や。プレイング、ランナーしている、プレイング、ランナーしている男の子、プレイング、サッカー、ウィズ・タカシ、プレイング、サッカー、ウィズ・タカシ、ね、はい、タカシとサッカーをしている。Can you see the boy playing with Dr. Takashi? With Takashi? これが何なんですね。はい、と並べてみて、3番目と5番目。1、2、3。Playing ですね。これが Playing。4、5。With。はい、というわけで音は音が。ね。できた人。できた人。いや、これはできないかんすよ。どこ間違えましたかね。大抵2つのパートに分けるんですよね。男の子が見えますか Can you see the boy? そして、ランナーをしている。あったじゃん、ランナーしているな。誰とかって。ね、3年生の1学期習いましたね。現在分詞の交通用語。ね。はい、次行きます。私はイタリア製の服を着るのが好きですね。はい、私は服を着るのが好きですというところだけマーカーで塗ってください。私は服を着るのが好きです。ランナーするのが好き、 like to、 まあ、like は同名詞も取りますけど、 I like to wear、 これで着るのが好き、 wear 着る、服を着る。I like to wear clothes. で、clothes ってもともと布切れですけど、服装ですがついたら服になるんですけどね。I like to wear clothes. 服を着るのが好きです。で、この服が何かというと、イタリアで作られたでしょ。で、made in Italy。これはできてほしい。ね、イタリアで作られた服でしょ。どっちもあれやね、現在分詞の構築用法、過去分詞の構築用法ということになります。はい、3番目はですね、1、2、3、ロードです。4、5、イン。
これね。はい。I like to wear。この like の後ろが to 不定詞になりますから、ここは絶対に落としたらダメですよ。超絶英語苦手な人、動詞を2つ重ねる人いますから、動詞2つくっつけたらダメですからね。like to。あったでしょ？サッカーをするのが好きだ。I like to play soccer。中1で習いましたね。サッカーするのが好きだ。I like to play soccer です。ですね。はい、じゃあ3番目。どちらの道が山頂に着くのに最も簡単ですか？ですね。はい、どちらの道が最も簡単ですか ？Which way the easiest？ ですね。Which way is the easiest でいきましょうか。どちらの道が最も簡単ですかだけマーカー塗ってください。どちらの道が最も簡単ですか ？Which way is easiest？ ここ B 動詞いりますからね。で、最上級。一番簡単ですか、どの道が一番簡単ですか、で何段するのにと思ってくれですね。山頂に着くのに To get to the top。 Get to でどこどこへ着くなんですよ。でこれ何段するのに、これどこどこへね。それでいけると思います。Which way is the easiest to get to the top? これ山頂、トップで山頂、山頂へ着くのに、ね、どの道が一番簡単ですかというわけで、Which way 一番、is 二番、三番が the easiest いいですね。で、to get が4番で、あとは to ですね。これが5番だ。ただ、数えるのにあれやろね。気をつけないかんのはね、例えばよ、the easiest って言って、これとこれを1、2とかで数えるときあるんで、ミスを減らすとしたらさ、こう並べるでしょ、並べたでしょ、で並べたらできたんでしょ。ただこういうふうにそのマスで囲んだりです。 To get こうなっちゃったでしょ。 To get to get でしょ。でざっとですると多分間違いない、はい、いや勘違いしやすいっちゃね。俺もさっき数えるときちょっと怪しかったもん。例えばフィッチ1番上が2番とかね、内上で1個なのにみたいな、そういう間違いの仕方があるので気をつけてくださいですね。まあ英検受けてる人はね、この5番のバージョンはしょっちゅう出てくるので、慣れてると思うんでですね、ミスが減ると思います。そういう過去間違った経験をすればね、ミスが減りますよね。さあ to なんですよ。難難しすぎて難難できなかったというところもマーカーで言ってください。難難しすぎて難難できない。もうね、近代福岡トゥートゥー大好きなんですよ。トゥートゥーがトゥーが何々しすぎて、でトゥー不定詞の後ろの中に何々できないが入ってるんですよね。はい、この数学の問題は This math problem、 この数学の問題は This math problemThis last program was ここに B 動詞がいります。 Too difficult For me あるかな。あ、For us あるね。これが To 不定詞の前に来ますからね。これが何々しすぎる、何々しすぎる、とても難しいのでって言ってもいいですし、難しすぎるのでって言ってもいいです。ずーってこういう意味がありますからね。
みんなの印象では、なんなんも Me Too の To が印象に残ってるでしょうけど、なんなんしすぎる。で、To、Solve、Solve。あ、Solve 一番最後に来た。はい、この To 不定詞の中になんなんできないが入ってます。イメージ的に言うと。なんなんしすぎてなんなんできない。ですね。To To の構文でした。This math problem was too difficult for us to solve ですね。さあ、ちょっと数えてみましょうかね。わずか1番、2が2番、difficult が3番だから、まあ、4番が4。あ、これフォートハウスで分かれてるね。で、5番が全部。はい。ね、あとをということになります。ですか？はい、ラスト。これは先週私のおじさんが私に買ってくれた帽子です。はい、これは帽子ですというところもまた見りましょう。これは帽子です。で、先週私のおじさんが私に買ってくれたということなんですね。関係代詞のフィッチが省略されているバージョンです。This is a hat. これは帽子です。ですね。This is a jacket. 定冠詞と不定冠詞があるんで。This is a hat. ですね。これで、ここにフィッチがあるんです、本当は。で、フィッチを省略してもいいですね。で、私のおじさんが私に買ってくれたということなので、My uncle bought formal か。formal がありますよ。ですね、ここはちょっと詳しく説明しましょう。bought meで、これ、ですね、本当はこれ、it なんです。人に物をなんですけど、この it がフィッチに変わってるわけです。これが関係代名詞のフィッチに変わって、ここに来てて、そのフィッチが省略されてます。My uncle bought me it なんですね。私にそれを買ってくれたなんですけど、for があるときは、覚えてますか ?bought it, bought it for me. bought it for me. 覚えちゃおう。人に物の時は to とかがないんですよね。でも入れ替わったら to が出てくるって話があったでしょ。ですね。で、ラストウィークなんですけど、さっきも言ったように、この一頭をピッチに変えて、で、関係代名詞にして、ここに持ってきてますから、こいつ消えてるわけですね。だから、My uncle bought for me last week になってると思います。